さあさあさあ乗ってきてどうなりますかというところですね。下がって飛行圏、さあちょっとずつ近づいて買っていく。さあ空中スピパでうまくずらしました。さあずらしてしゃがみ台キック、画面端で投げを入れる、ゲージも貯める、これはすかしました。あ、ナイスガード。しゃがみ中キック、ソニックと相性取っていきます。フラッシュ俺チュンリー好きやからな、これお俺チュンリー好きやからね。チュンリー好きですね、やはりね。レオさん素晴らしい、素晴らしいですね。敬愛すべき弟さんも使ってらっしゃいますからね。あれどうでもいいからな、もうあの今瀬尾くん一択やから、瀬尾くん一択ですね。さあうまくミスったところに飛行圏を打っております。さあ金子もソニック打って、さあ体力はほぼ5分、お互いゲージは溜まってしまったので戦列の削りを考えるとややチュンリーが有利というところか。さあ前行く、画面端で打ちにくい、おさあ投げ返しの中盤からヒット確認している。下段を待った戦列、前ちょっとこれがヒットはしない。さあ泡よけばもう一発目というところ、前ジャンプ入れてきた、ショーパンショーパンか、刻んでいく、これは音また対空を、今はちょっとね前ジャンプ待ってたと思うんですが空対空ミスかな、これはランダム、ね、うん、今のはランダム。さあサマー待ち、これは後ろ足が当たります。さあソニックカワシの一旦バックジャンプ、ゲージダメに走ります。バックジャンプでしのぎたいですが、さあ中足中足、この2ヒットは非常にでかい。気候変マジバックジャンプ、さあ空対空下が、あと天章は当たらず。さあ金子 2P 側としては